と。どこか行くしてないで、子供とか幼いで死ぬか死ぬか死ぬか。お母さんお母さんお母さん、僕のブラジャーに殺されてるんですよ。どうしてさくらくんは宿題なんかするの？僕、さくらくんのところに来るまでにたくさん勉強したんだよ。それって、もしかしてドクロちゃんが僕の代わりに宿題をしてくれるってこと？実家本にはちゃんと書いてあるんだから。可愛い女の子に押しかけられた男の子は宿題を忘れて廊下に立たされて0点ばっかりのはずなんだよ。確かにこの手の話って主人公は全然さえない。でしょ？だから僕と一緒に遊ぼうよ。いや、それって原因と結果が逆転してるよ。普通は0点ばっかりだから。じゃあ、さくらくんはホワイトね。僕はレッドとグリーンとピンクとブラックと。またゴセロ？ダメだよ、4色のコマで1色のコマと戦うなんてこのゲームって。聞いてよ人の話。ここは現実の世界で漫画とか小説の世界とは違うんだよ。じゃあさくらくんピンクでいいから。どっちにしろ僕1色じゃん。こんなドクロちゃんオリジナルのゲームなんて嫌だよ。やらないよ。宿題嫌だ。もうつまんないよ。一緒に遊ぼうよ。さくらくん、そんなところで寝転ばないで。パンツ丸見えになってるから気になって宿題もできないから。なんで？すごいすごい。ドクロちゃん、ドクロちゃん。いや、さくらくんこんなところで人が。ドクロちゃん、僕と約束して。何？何でも言って。学校では絶対誰も撲殺しないって。もし誰かをバットでぶったら絶交だからね。何その意外なこと言われたみたいな顔は。絶対誰かを撲殺したらダメなんだからね。あ、いや。いやじゃないでしょ。いやいや。ちょっと待って、いきなり見つかりどるぞ。ごめんなさい。ドクロちゃんのアホ天使。いい、僕だけじゃなくて他の人も撲殺したらダメだからね。でも。でもって何？もしクラスメイトを撲殺してドクロちゃんが天使だってバレたら大変なことになるんだよ。はやー。誰だよその美少女は。今日の電光戦ってこの子なのかってか。この子なんでしょ。なんてお前がこの乗り込みやろ。僕は乗り込みだね。ていうかお前あの子と一緒に住んでるって元だよ。はじめまして、三つ飼いドクロです。ドクロちゃんって呼んでください。今僕は草壁さくらくんの家にお世話になっています。高生の面倒を見るのは学級委員の仕事だと思います。しずきちゃん。松永。ドクロちゃん、先生ずっと気になってたんだけど、その頭の上の輪っかは何ですか？あ、先生それは。あ、これは天使の輪っかです。僕天使なんで。やー、あっさりすぎる。みんな聞いたか？ドクロちゃんは天使だそうです。天使だからって仲間外れにしちゃダメだぞ。順応した？うわ！というわけで先生、学級委員はお猿になってしまったので、やっぱり僕、さくらくんの隣に行きます。そうだな。お猿になっては仕方がない。ドクロちゃん、この人知り合い？うん、サバトちゃんはさくらくんをラチリ殺すために未来から来た天使だよ。え、ちょっと待って、なんで僕が？聞いてください、違うんです。ドクロちゃんこそさくらくんを操ろうとしてるんです。天使の裏切り者なんです。違う、僕間違ってないよ。さくらくん信じて。本当だったらこんなことしなくても。サバト、よくみんなにサバトちゃんはガード甘いねって言われるんだ。で、さくらくん、サバトと人気のないところへ、信じて。うん、このままじゃサバト今夜は暑くてほてって切なくて眠れないかも。サクラくん、やだやだ、そっち行っちゃやだ。サバトちゃん、僕の得意技は開脚前転です。では、サクラくん、今すぐドクロちゃんの天使の輪っかを外してください。イエッサー。ダメ、ドクロちゃんが悪いんだからね。いつも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 、ボボ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 ボ
あ？しまった、そうだった。ドクロちゃんの天使の輪と日本刀の切れ味ということを忘れていた。さくら天国だぜ。ドクロちゃんどうしちゃったの？あの輪っかがないと天使はひどいゲリピーになっちゃうのです。え、そんな、僕はなんてひどいこと。さあさくらくん、一緒に来るです。あの、体育倉庫はこっち。何のことです？わけわかんないです。じっとしてればすぐ済むです。さくらくんは死ななくちゃいけないんです。さくらは死んでお詫びするくらいのことをしたんだな。そんな、もっと信じようよ友達を。え、石触るな。ちょっとサバトちゃん、なんで僕が殺されなきゃなんないの？それはさくらくんが未来の世界に。言っちゃダメ。ドクロちゃん、ドクロちゃん、もう平気なの？もう全部出たから。サバトは言うです。ダメ。これは20年後の未来の映像です。あまり今と変わらないね。女の人がみんな小さくない？これは某女子大の学食です。え、みんな小学生くらいに見えるよ。実はこの映像は不老不死の技術がついに完成してしまった未来の世界なんです。そしてその技術を偶然にも発見してしまうのが僕？僕たち天使は神様の領域に近づく人間を許さないの。それが僕の所属する天使による神域改元会議、通称ルルティエ。ドクロちゃんはルルティエの裏切り者なんです。未来を変えるために不老不死なんていうものを派遣するさくら君を過去の時点で殺さなければいけないのに、ドクロちゃんは。僕はさくら君を殺さないで未来を変えるよ。僕は全てを理解しました。ドクロちゃんがなんで僕なんかと一緒にずっと暮らしているのか。僕の宿題を邪魔したり、寝るのを邪魔したり、ご飯を食べるのを邪魔したりして一緒に遊ぼうとしていた、その理由を。それは全部僕に不老不死の技術を開発させないためだったのです。あれ、でも不老不死とさっきの映像って関係ないような。不老不死の技術はさくらくんがロリコンの世界を作ろうと研究中に偶然できちゃった技術だからです。はい。さくらくんは全ての世界の女性の外見年齢を12歳で止めてしまったんです。そしたらその人たちは不老不死に。ロリコン、ロリコンだ。やっぱりな。想像通りだ。ロリコンか。さくらくん、しずきちゃん、後ずさりしないで。そんな世界は許されないんです。このロリコン野郎。もう失敗しないです。覚悟です。クロちゃん、お水を飲むときは普通はこうやって出てきてる水の上のところに口を。あれ、ドクロちゃんは今その手刀で僕の首を切り落とそうと。違うの。僕はお水飲んでるさくら君の頭をコツンと叩いてびっくりさせたかっただけでも。絶対それコツンじゃないよ。見てよこのほっぺた。ブルースリーみたいでかっこいい。かっこいい。もう服だってびっしょりで、これどうする。流れちゃう。さくらくんの脳みそが下水に全部流れちゃう。これだとこのカッコさ
ある朝、グレゴールザムザが目を覚ますと、寝床の中で自分の毒虫が巨大に固くなっているのを見つけました。大丈夫だよグレゴール、それは病気なんかじゃない。ドクロちゃん、なんであんたここに。さくらくん、ここは図書室だよ。だから驚いてんでしょ。危うく違う話になるところだったよ。図書室なんかで何やってんの。あんたそんなキャラじゃないっしょ。何さくらくん、ハーハーしてるの。落ち着かないとまた間違えられちゃうよ。またって何。ねえねえ、それよりさくらくん、これなんて読むの。これは海綿体って。そして海綿体は静かにしましょう。ここは図書室。ごめんなさい、なんでもない、なんでもないから。これなんて読むの。前立腺。ダメ、今の二人にそれは一番ダメ。ちょっと来て、ドクロちゃん。テストが終わってからでいいんだけど、一緒に行かない。ある朝、グレゴールザムザが奇妙な夢から目を覚ますと、寝床の中の毒虫が何かを撒き散らしてぐったりしていました。大丈夫だよグレゴール、それは健康の証だ。ああ出ちゃう、なんか出ちゃう。お母ちゃん、なんか僕体が逆エビになってる。このままじゃ頭とおケツがくっつくわけがついてる。サクラくん、僕が死ぬ前に話して。行こう、サクラくん。映画見に来たの。何言ってるんです。今日こそサバトは。サバトは今日こそラチリ殺しに来たんですよ。誰を。さくらくんに決まってるんです。だから僕はそんなサバトちゃんに狙われるようなことは絶対やらないって。それですよ、さくらくんはそのロリコンの代表が。声が大きいよサバトちゃん、他のお客さんの迷惑になっちゃうでしょ。ドクロちゃん、起きて、僕を助けて。しまった。ラストシーンで有名なフランダースの犬奴隷。え、ちょっと待って。昔々あるところに人間のネロと犬のパトラッシュがいました。ネロは言いました。あー、ダメ、ダメだよパトラッシュ。それ本当にただの犬。ご主人様、やめてドクロちゃん、お願いだから眠らせて。助けなきゃ。ドクロちゃん、ドクロちゃん、ドクロちゃん、朝ですよドクロちゃん、起きてください。敏感サラリーマンの再放送始まっちゃうよ。こら、遅刻とは何事だ。最近たるんどるぞ敏感一郎。おお、鬼が荒口を。そんなに怒られたらポーカーもビクビクビク。なんとか、なんとかしないと。そうだ、応急処置。
ケダルが命がかかってんだぞ。大義名分があるんだ。ちょっと決めやがれ。ちょっと待った。応急処置などと言いながら下心見え見えではないか。やかましいこのふぬけ。一刻争う非常事態なんだ。お前の考えてるのは人工呼吸ではなく戦闘だ。いかいか許すわけにはいかん。ほれほれ行ったれ行ったれ。もうドクロちゃんがカレーに毒を持ったせいで僕は、うわカレー人民共和国軍の来襲だ。軍曹殿、衛生兵、お母さん。さくらくん、危ない。なに、なんで撲殺されたの今僕は。蚊がいたの。見てこの蚊、こんなにいっぱいさくらくんの血を吸って。血の量とかはもういい。いっぱい出た、血量出た。過去と僕を潰したから。はーい。僕になるな、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 僕になるな。吉田信夫くん。はい。まさか。ピピル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 。それはダメ、それはダメ。吉田。トクロちゃん、なんで僕の襟首掴むの。ダメ、テサバトちゃんもダメ。いや、伸びる伸びる伸びるから。だからなんで僕の襟首に首掴むの。液が、生温かい液が。誰も動かなくなったら負けという恐怖の先駆けドッジボール。やめろよ、こんな危険な殺人ドッジボール。っていうより聞いてよみんな、山口先生。私、未来の世界より姉のドクロをお迎えに参りました。ザクロと申します。姉がお世話になっております。ああ、こちらこそ。ドクロちゃんには僕もちょくちょくお世話に。ドクロちゃんの妹って本当ですか。マジですか。本当ですか。嘘ですか。本気とか言ってマジですか。自分のボディで好きなところはつまり何歳ですか。9歳です。もうお風呂には一人で入りますか。まだ一人は怖くて。お前ばかり、いつもいつも。やめろ。